VHA エンジンは、日産自動車が、かつて製造していた、V 型8気筒 DOHC、ガソリンエンジンである。Y 型エンジンに代わるエンジンとして、日産の V 型8気筒エンジンとしては24年ぶりに、新開発されたエンジンである。2001年に後継機の VK エンジンが登場したが、G50 型プレジデントの製造が終了する2002年まで、製造された。 VH41 で1991年登場。排気量 4130cc 内径工程 93.0mm76.0mm、mm、スペック 270PS5600rpm37.8 kgm4000rpm270PS5600rpm38.4 kgm 4000rpm 1989年登場。排気量 4494cc 内径、工程 93.0mm82.7mm、mm、スペック 280PS6000rpm 40.8kgm4000rpm 270PS5600rpm 40.2kgm4000rpm VH エンジンをベースに VRH35A がインディカーシリーズ向けに開発された。また、ルマン24時間レース向け R391 搭載用に VRH50A が開発された。ただし、これら2機種に先立ち開発された VRH30 や VRH35Z は VH ベースではなくレース専用に一から設計された別系統のエンジンである。 また、これら2機種の後に開発された VRH34A も V 系エンジンがベースとなった別系統のエンジンである。日産の V 型8気筒レース用エンジンは、出自の遺憾に関わらず、VRH を名乗るものが多く、識別に注意が必要である。ありがとうございます。